はい、どうもこんばんは。9月6日金曜日夜9時を回りました。リビドタイムです。パーソナリティのアイゼンです。アシスタントのジェニコでございます。あ、どうもご無沙汰です。ご無沙汰しております。いやーねー、2週にわたり、はい、遠洋漁業、遠洋漁業、はい、で、あのちなみに前回私、うん、渋谷じゃなくて新宿でライブでございました、ね。あ、ごめん、なんで俺渋谷、市つながり、なんかね、うん、そう、市なんとかだったなと思って、はい、新宿か、新宿でございました。新宿に遠洋漁業に行っておりました。そうか、はい、まあまあ似たようなもんだ、関東漁業。まあそうですね。はい、はい、まあそんなわけでですね。はい、いやー、はい、いよいよ9月になりましてですね。9月ですよ、9月。いやー、なんかね、夏終わりましたね。あっという間でしたね。ああ。今年は涼しかった。なんか聞こえてきたぞ。今日はちょっとね、なんか。夏は終わったの。30度超えないと夏ではないんですよ。短い夏でしたね。30度超えたら死ねますから。サマーバケーションとかそういうの何もなかったような気がする、ね。いや、それ毎年ないですから、ね。うん、はい。はい。ね。うん、はい、まあそんなわけでですね、うん、今日は久しぶりにあの回なんですけど、あの回なはずなんですけども、ですが、いろいろちょっと新鮮なあの回になっておりますよ。これ実はこのパターン初めてだってさっきちょっとお聞きしてたんですけれども、なんと、もう喋っていいですか？はい、あの多分私は一人で出していただくのは初めてなんじゃないかと思うんですよね。なるほど、はい、なるほど、確かに、はい、そうですよね。多分、うん、はい、はい、はい。じゃあその方が誰なのかは CM 明けに正体を明かそうなと思います。じゃあ、はい、姉さん、はい、どうぞ。はい、この番組は、4号線沿い、エネオス対話町サービスステーション近く、ミシュランガイドにも載っているメンハウス木漏れ日、桜が浮かうロータリー沿い、スープカレー桜、本町、一番町など市内4カ所でレッスン受付中、仙台の音楽教室なら、あ、改装終わったんだ。8日から本庁教室稼働かな？です。ロックワンミュージックスクールの提供でお送りします。はい、ね、改装、ね、そうです。だからの、うん、改装、あの新規オープン、はい、新装開店、はい、新台入れ替え。そうなんです。はい、新台入れ替えなんです。入れ替え直前回ですよ。そう、ね。2日前になってもかなっていうこの疑問系がつくところがロックオン社長、ごめんなさい。本当ね、大丈夫ですよ。はい、うん、あのはいね、はい、はい、まあそんなわけでございましてね、はい、はい、じゃあとりあえず一旦 CM です。Sumimura san, Tencho, Tencho. Hi. これ9.5からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おう、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませ。さあさあさあ、はい、はい、というわけでね、はい、さあ始まりました。久しぶりにやってまいりました、宴会会、今日はのはずなんですが、はずなんですが、割とこうダンディーに本日のゲストははい、ダンディーな、はい、前澤聡先生です。こんばんは、前澤と申します。こんばんは。ちょっと私多分初めて一人で出させていただきますので、今日はちょっと、うん、今日なんかこうハードボイルドに、ハーボドイルドに、今日ギターとかそういうのもない、ギターとかはないですもんね。そうですね、今日は結局あのいつも持っててもただ弾いてるだけで、うん、ラジオには何にも聞こえてない、意外とマイク拾ってないんですよね。あの、立てないとちゃんと、ね、あれなんだよ、ね、あのなんだっけ、 BG がうるさいからね、このラジオね。BG ぐらいでさ、あの曲かけないとさ、あまりにも曲かけなすぎるからですね。そうそうそう、今日は楽しくおしゃべりをしましょう。ありがとうございます。はい、ね、というわけで、今日もですね、はい、デンタルフラッグステージ2日町から、よく読めたこと、え、うん、
任せて、うん、はい、もう明日から、はい、仙台市内はジャズフェスに、ジャズフェスに、なんかそうですね、この周囲、まあこの周囲っていうか、まあ江東大根あたりでね、そうですね、アイザー君は何かやらないんですか。今のところ、今のところって今のところって明日でしょ。明日だな。最近はもう、うん、引退気味。いや、まあないから、でもあのたまにあの直前にあの空きを埋めてくれオファーがあるんで、わからないです。じゃあまだやるかもしれないですね。明日の朝になってオファーがあるかもしれないですね。まあ、うん、意外とゼロでもないです、ね。じゃあ、うん、明日やるよ。本当ですか。一人でね。何ですか。いやでもそういう時は大概そう、一人とか二人とか、なんかね。多分あの今の相方であろう。はい、挑発の方は、はいはい、とんでもないことになってると思いますのでね。あ、そうですね、はい、おーいえー、はいはい、ね、そう、そんなとんでもないことになってるのは、先ほども言った通り本庁教室6校が改装、そうなんです、ね、どんな感じになるんですか。ね、教室があそこに増えるんですよ。今まで、2校だったんですけど、1,2,3,4 スタジオになるんです。全然想像つかないでしょ。一つ一つはちょっと小さくする、出す出す出す、さっきアイゼンだとか言ってたよね。だから今日アイゼン君はあのコテコテの、 あの東北弁で、あの一日喋ってほしいんですけれども。そうですよね、なんかあんまり、あんまりそういう言葉使わなそうなんだけど、ね、どうしたら、あれ本当に言えない、どうしたらいいんだっちゃあれ。いや、なんか不自然すぎる。本当に松島の人なんですか。いや、そうなんだけど、うんうん、そうなんだけどね、なんでだろうね。佐藤先生は、僕はね、新潟と東京に15年ぐらいいた時は、うん、もうほとんどなくなったけど、うん、今戻ってきてまた少し出てきたんだよ。あ、うん、やっぱり巻かれますよね、周りがそうだとね。あとアイゼン君、取り巻きのこうお姉様方って結構そういうことをなまってるじゃないですか。そういう言葉使う人多いよね、はい、うん、はい、あの皆さん、あのとても純粋な、あのとてもスペシャルな、はい、ネイティブな、ネイティブなんですよ、僕の、はい、だしょ、方が多いのでね。私ネイティブでないからね、言っとくけれども。おお、そうですね、移民ですね。移民なんですよ。釧路でしたっけ。釧路です。釧路から関東に行っての東北、歴はまだ浅い、実は浅いので、浅いのになんでこんなになまるか不思議でしょうがないんですよね。でも北海道も北海道であれなんじゃないですか。あのね、イントネーションが違うだけでそんなになまってはないんですよ、北海道は。あ、うん、今 NHK の朝ドラでやってるのもちょっとわざとらしい、北海道。あ、そうなんですか。朝何時ですか。朝ね、8時、うん、起きれないんですよ、うん、その時間。でもね、NHK のやつはここ結構みんな録画したり、なんかいろんな時間に再放送やってる。あ、そうなんだ。うちね、ちなみにテレビ壊れちゃってないんですよ、今。なるほど。おう。うん。おう。壊したの、うん、じゃあ、アイゼンチで見ますか。あ、そうしましょうか。あれ早朝松島。いや、やめて。本当やめて。車ついてないの。車、あー、ありますね、そういえば。で、車見ない、テレビなんかあんまり見ないか。リアルタイムでは ほぼっていうか、まあ見ない。アニメしか見ないんでしょ。うん、しかもあのた、あ、どん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 溜まってて全然見れていない。深夜系のやつです、うん、です。なんかこうあれだよね、マニアックっていうか、 NHK とかでも結構やるんだよね、なんか難しい。あ、でもね、そう、最近っていうか、さ、シーズン3からなぜか進撃の巨人が NHK 枠になり、いろいろブーブー言われみたいなことになったりとかね。いいんだ、あれ放送しちゃって。いやー、してましたよ。バンバンしてましたよ。ガンガン首もげて。えぐいでしょ。うん、あ、でもね、まあでも大丈夫だよ。うん、それなりに。なんでみんななんかあのおじさんなの。何ですか。あの、巨人の人たちって。ああ、本当はおじさん、あの男っていう概念じゃないんだろうけど、なんかそうおじさんだよね。なんかそうですね。でも女性系もいますし。本当いるの。はい、いるんですよ。目型の巨人で女性系もいるし。あれかな、10巻ぐらいで読むのやめたからかな、最近。おお、うん、でも確かにその、うん、うん、おっさん的なタイプが、なんかこう人のこと言えないけど、こう銭湯にいそうな人たちがいるっていうか、なんか、
こう筋肉質じゃないんですよね。なんかまあそういうのもいるけど、はい、普通の普通の雑魚、はいはい、雑魚巨人はなんかこう、はいはい、そういうのおじさんだよね。そうそうそう、あ、いるんだそういうの。そうだから、ね、本当におじさん。あの巨人はね、あれだよ、あのいろいろサイズがいろいろあるんですよ。サイズが、うん、そう、あのそう一番ちっちゃいので3メートル級ぐらいですから。うん、じゃあ以前ぐらい。え、何言ったの。はい、んなんマックス時の杉山愛禅ぐらい、ね、ちょっと待って、あの縮みするから、ね、俺第5位弱とかじゃないからね。はい、うん、はい、服脱ぐと2メーターぐらいじゃない。違う、服があの圧縮縮みマジか。なるほど、マジか、うん、あ、このタンクトップはそれに欠かせないわけですね。そうですね、なるほど、なるほどね。地球で生活するで欠かせない、はい、なんか未だにさ、はい、あの愛禅君のあの衝撃のチャーブラって話題になる。いやーねえ、あれ巨人用の衣装だったんでしょ。いや、巨人に対抗するためですね。あれ歩きで戦わなきゃ。タンクトップだったけどちょっとこう大きくなっちゃってこうなっちゃった。違う、そうなんですよ。あのもうちょっと行くと北斗の拳的にバシッなる寸前だったからあなたっていうわけじゃなくて、うん、っていうか、あの網は次いつお目見えすんですかね。お目見えしませんからね。結構皆さん期待してるんですよ。いやーね、あの会場演奏始まる前に会場でジェニコさんに会った時ざわついて、あいつバカなんじゃないのと。みんなだってざわついてるんだもん、うん。いやまあね、はい、カミングアウトっていう、違いますからね。いや私もそう思ったんですよ。とうとうそうなのかって。あまりね、あの当日の朝に思い立ったことを中途半端に実行しない方がいいということですよ。だってあれはコンタ先生にも突っ込まれてましたよね。MC でね、アイゼン服買ってやろうかって言われてましたよね。そうだね。下半分破れちゃいましたね。はい、いや破ったって今聞きました。破れたいや、プレーで破られた。え、何言ってんの。おい、はい、違うよ。なんで破れたんですか。お店で激しく使った。激しい使い方しないと破れませんよね。いやそういうことじゃなくて、はい、破かれた、まあ、確かに男性の力というのはね、強いですからね、強いですからね。はい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 、はい、まあ、はい、何やと思われ、はい、それはそれ、それはそれ、それはこれはこれ、はい、ね、9月の15日、はいはい、いきなり話題、チャッキーの誕生日、あ、だんだん、あれそうだったの、だのよ、なんと48歳になるのか、誕生日、9月の15日にライブがござるそうで、はい、そのお話メインでございますね。はい、はい、ザ・フック、はい、今年でいっぱいで終了するんですよね。そうですね、うん、ね、はい、そこ元フックで働いてた西山君っていうのが、はい、まあ、プロデューサーという形で、もともと東京ネイルキャッツを呼ぶことで始まったんですけど、ね、はい、ね、考えますけど5、6年ぐらい前かな、うん、そのぐらいで始めて、うん、でこれがフックでやるのはこれが最後でなるであろう、あ、なるではなるんですね、うん、というのが、ロックンロールヘブンというイベントのがあるんですけども、そこに東京ネイルキャッツほか、東京のバンドが3個、それと私クチャッキーさんとしているザ・クラブアダバナというバンドを含め、はい、仙台3つで6バンドでのイベントを、はい、することになっております、はい、1週間ぐらい後ですかね、はい、去年はジャズフェスの日に当てたみたいな。そう、なんか、ね、でもここ2年ぐらいジャズフェスって、そうだから、あれ、うん、今年あれと思って、だから俺、ね、あれ、うんうん、ね、それは何故なのかよく分かんないんですけど、空いてなかったとか。単にそういうフックのスケジュールもね、いろいろあるから、あといろいろ多分ジャズフェスの時だったら街中に人がいるんじゃないかとか、いろんなことを多分考えたんだと思うんですけど、あの東京から来られるバンドのバンドさんの名前は何でしたっけ、東京ネイルキャッツとドラゴンフライさん。そう、ドラゴンフライさんのドラムさんが一回別のバンドで、金縛りさんの、そう、対バンさせていただいてるんですよ。コデビル対、はい、やってますね。ドラゴンフライさんとレモネーズさん、レモネーズさん2人組ベースレス、はい、はい、
あとは仙台組がビッグヒップスさん、はい、あとはクランバー4さん。あ、はいはいはい。クランバー4さんってお知り合いじゃないですか。スーさんは ご存知です。あ、ドラムスさん、はい、でザ・クラブ・アダバナというバンドが、もともと、もともとあれですね、この2年前に初めてやって、その時アイゼン君ギター弾いてくれたんだよね。そうですね、そういえばそうだ、はい、あの衝撃的なあのMC をガン無視するちょっと動きの怪しい杉山君はもうね、 MC 中に曲をローディングしないとね追いつかない、鮮やかですけども。で今回はなんか今回は1曲ぐらい弾いてくれる可能性もあるんですよ、うん、小耳に挟んだんですけども、はいはい、でも明日ジャズフェスに出るかもしれないから分かんないんですよ。 そうですよね、うん、なんか1曲ぐらい1曲ぐらいちょっとお願いしたいところなんですけど、うん、なんとかね、なんとか、はいはい、またあれなんですか、あの、うん、MC とかイヤモニで完全、いやだって1曲だけだもん、聞かずに1曲だけだから1曲だけやらないんでしょ。あ、いや、あれ逆になってもさオセロだ。ありがとうございます。確かクシャッキーがほぼバッキングに徹するんで、ギターソロ、ギターソロはやってくださいって言われて、じゃあ上物は杉山、はい、あ、クチャと杉山のツインギターですか。これはまた面白いですね。ギターもうギター3つにするとうるさいってクチャッキーに言われたんいや今回ちょっと残念、残念っていうか、まあ、ちょっとベースレスなんですよ。ああ、そうか、そうなんですよ、ね、まあ、このレモネーズさんっていうのもベースレスなんですけど、うん、ちょっとそういうことになっております。さとし先生、低音の方、低音はクチャッキーが、あ、クチャッキーが低音、クチャッキーがね、主に、うん、オクターバーっていうのがあるんですよ、はいはい、オクターバーって知ってますよ。1個下の、まあ、うん、一応リスナーに、じゃあアイゼック説明して そうですね、機械的に、ボン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 っていうやつですよね。あのタコのことですよね。はい。あ、そう、yes. あー、いやー、ちょっと、あー、ちょっと分かんなかった今。まあでもなんとなく分かったいやー、ゲームウォッチであったじゃないですか、タコの、え、クチャニーあれオクターバー使ってたんですか。使ってましたね。あ、それでか、だから、はい、だからあれなんかベースいないのになんか結構ちゃんとちゃんとそベースがやってます。そう、サウンドがなんかウツボで、ウツボで買ったやつ。ああ、 そういうことか。いやだからね、前聞いた時に、なんかちゃんと、いやそれはベースがいるのとはまた違いますけど、ちゃんとそれなりにまとまってて、そうです、ね、すごいって思ったら、なるほどね、そういうことか。まあ、クチャッキーに聞いたら、クチャッキーはギターソロはベースを聴きながら弾きたいんで、あれだとまたちょっとなんかいろいろこう、あの、なんでしょう、なんですかね、少しこうストレスとかもあるみたいなんですけど、まあでも誕生日だから、まあ、うん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 、誕生日だから、じゃあギターソロは杉山くん全部やったらいいじゃない。ね、でもまあ明日ジャズフェスで炸裂するそうですよね。あれ、うん、あれれれれれ出演しないのに炸裂しちゃうかもしれない。さとし先生はジャズフェスは、僕はジャズフェスはあのもう出てないですねはい、最近は応募とかもしてないし、うん、みんな野外結構ね、ね、まあ、あとやっぱり何ですかね、絶対出してもらえるわけじゃないっていうところがなんかこう、まあ、ね、そうですよ ね、ジャズフェスはよくね、うん、分からないんで、たくさん来ますから、はい、すごいですからね、全国からですからね、全国からね、はい、うん、全国から来るアイゼン、いや、それなんか迷惑だな、全国からアイゼンが集結、それなんかさ、いやだな、もう本当に申し訳ないんだけど、なんかこう全然なんかあれだよね、なんか宴会会って言っても飲み足りないし誰かいないと盛り上がなくて申し訳ありませんねいやいや、なんかね、今回は宴会会はあのちょっと大丈夫ですか、封印しまして、大丈夫ですか、なんかちゃんとっていうか、いや程よく宴会会だと思いますよ、これ、うん、ちょっと、うん、もっと飲んでいい、うん、ちょっとどうぞどうぞ、ぜひぜひ、これあれなんだ、あ、これ映像でお見せできないんで何とも言えないんですけれども、糖質ゼロ、おー、これはあの入ってるの、糖質がゼロなだけで、お酒って書いてある、アルコールはゼロじゃないの、お酒、私間違って飲んだら大変なやつです、ね、あ、これね、はい、これフリーって書いてあるからね、さ、危ないね、うん、
うん、オールフリーとは違うわけですね。あ、ジェニコちゃんはもう一杯もダメ。飲まない方がいいんだと思いますよ。そうなんだね。赤くなるんですもんね、あの注射のやつ。ああ、そっか、アレルギーですよね。じゃあやめた方がいいですね。うん、本当本当。アイゼンは飲むと飲めんだよね。ね、一年に一回か。本当一回ぐらい、あの潰してやりたいんですけども。いや、なんかリミッターがかかるとか意味わからないことを言ってたんでね。本気で飲むと飲めるんですよね、うん、この人ね、うん。本気飲みしたらいいのに。いやでも夏の思い出に。そんな飲めないですよ、言うほど。だから潰れるほど飲めばいいんですよ。自然に出てしまったよ。あと結構こんな感じでさ、飲むの若干陽気になるっちゃう、うんうんうん、あんまり見ることはないけど、あ、うん、若干ね、若干、うん、多少ね、多少マシになります、うん、ふわふわに多少人間になります。うん、はい、そうですね、今 AI ですからね。そうそう、ちょっとね、性能良さめの AI、 ちょっと腰に爆弾抱えた AI ですからね。とんでもない、やだな。はい、いやー、はい、あー、ということで、俺意外ともう時間があんまりないですよ。あ、マジで。じゃあライブの、あの細かい時間とかお値段とかよろしいですか、言っても、はい、9月15日ロックンロールヘブン、仙台フックです。ラストフックンロールヘブンっていうタイトルをつけてるようです。ラストフックンロール、出演東京ネイルキャッツ、ザ・ドラゴンフライ、ザ・レモネーズ、ビッグヒップス、クランバー4、そして私ドクチャッキーさん、それとアイゼン君予定のザ・クラブ・アダバナ、まあ、時間言ってもいいですよね、出る時間、はい、はい、時間クラブ・アダバナはあの21時の予定です。おお、これはまたホストタイムじゃないですか。そして次がラストが東京ネイルキャッツ、はい、今回撮り前にしていただきました、はい、なんかだから、ですね、開演が会場17時30分で開演18時、はい、前売り2000円、当日2500円、はい、ドリンク代別ですけど、はい、チケットご希望の方はアイゼン君まで、おっとアイゼン君まで、あと窓口になってしまいました。そうそう、はい、あ、いいですよ、あのラジオ宛てにいただいても、あのうまいことなんとかしますのでね、おはがきで、はい、おはがきで間に合うように、おはがきで間に合うかな。もうジャズフェスだから無理かな、もう、うん、ジャズフェスだから郵便局ストップですみたいな ね、日曜日のジャズフェスに出たい方はアイゼン君まで。おっと、え、このタイミング、いや大変だなこれな。はい、というわけでね、ぜひ、クチャニーの誕生日に遊びに来てください。そうですね、はい、ありがとうございますね。はい、というわけで、じゃあちょっと一旦 CM を遊びますね、はい、一旦 CM です。シュメメさん、店長、店長、はい、これ9.5カラーで頼んだんですけど10カラーじゃないですか。え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません、すぐ作り直します。おお、めっちゃだけど分かるんですか。はい、それを知りたい方はスープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませ。はい、というわけでね、はい、今日は、いや、こういうミニマム宴会会です、うん、しっぽりな感じで。え、里志先生、その後の予定は？その後の予定、ライブとかですか、うん、ライブとか、ですね、あ、そうだ、10月10日、あ、何も皆さん多分予定し、何もやってないと思うんですけど、なんか一応こう、ジェニコちゃんとかも出るかもしれないしみたいなのをちょっと企画してる話でした。リーメンバーですよね、ただまあ平日なんでなかなかこう、はい、それこそしっぽりとかもしれないですけど、ね、うん、木曜日、うん、久しぶりにジェニコちゃんとかと、なんか迫り来るジェニコが迫り来るジェニコが感じですかね。ジェニコ、あ、
あのユニットも復活というか久しぶりにあれじゃないですか。あのユニット、そちらのユニット、あとポンコツなんちゃらっていうやつですかね。いや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 、あのジェニー、うんうんうん、あれポンコツなんですか。いやいや、それはあれです、あの金髪の長い人と、あの黒ポイズン白塗り、そうポイズンはちょっとポンコツさんたち。あ、そうなんですか、はい、ポイズン、合言葉はポイズンですね、うん、はい、というのもね、はい、出る予定、出る、え、10日お白塗りして、うん、それポイズン歌うの。あれで、でもあれなんでしょう、10月なんかあのコンタ君とかその辺も厳しいんだよね。ああ、そう、18日に、はい、コンタドルアイゼン、あのちょっと結構デカめのライブがね、5年ぶりぐらいですね、はい、うん、どこでやるんですか。マカナでございます。おー、すごい、はい、それもまたおいおい、ワンマン、ね、大体約2万 2.5 万、はい、2.5 万それは誰どなたか言っていいの。まだ言わない、いや結構言ってはいたけど、うん、あれ誰だ誰だっけっていうか、はい、そうだね、はい、ね、はい、ということでございますよ、はい、ハチマキ、はい、はい、ね、はい、まだ、はい、はい、さてというわけで、あ、やばい、時間もあれだ、じゃあ姉さんお願いします。はい、また内容、さあ行ってみよう、はい、この番組は4号線沿いエネオス対話町サービスステーション近く、ミシュランガイドにも載っているメンハウスコムレビ、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜、北さん元気ですか。あは、本町一番町など市内4カ所でレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りしました。しまはい、というわけで、今日は、里石先生お一人ですけど来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ来週はどうなるのでございましょうかね。どうなるんでしょうか。はい、はい、というわけでまた聞いていただけたらと思います。それでは皆様良い週末をお待ちください。また来週、バイバイ、お疲れ様でした。